元公邸料理人ゆうです。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとね、今いろいろちょっと料理の方を試行錯誤してるんですけど、それで美味しいのがローストビーフを作ってたんですけど、いいのが完成したんで、今回はローストビーフを使ったお料理を作ろうかなと思います。で、ローストビーフのやり方は本当にやりながらやったらよかったんですけど、またそれはそれで後々低温調理のやり方っていうのをやりますんで、またそれは楽しみにしてください。今日はローストビーフを使ったお料理を3品作ろうと思ってます。いいのできた時って料理を作りたくなるんですよ。あ、これをどうしたらいいか、勝手にアイデアが浮かんでくるんですよね。美味しいから、あ、こうしたらいいな、こうしたらいいな、こうしたらいいなってどんどん考えつくんですけど、それが今日いいの出来上がったんで、急遽ローストビーフを使った料理を3品ほどちょっと作ろうと思います。で、今日も最後まで見てください。では調理開始します。よろしくお願いします。今日はローストビーフを使ってお料理をしたいと思います。ちょっとね、低温調理でローストビーフを仕上げました。はい、僕は55度でやりました。はい、まあ、そういう感じでちょっと今回はこういう感じで、低温調理やらせてもらったんで、これを使ってお料理をしていこうと思ってます。で、使うのは今日はね、こういうワイングラス、はい、これにちょっとね、サラダみたいな感じに仕上げてもいいかなと思ってます。で、ちょっとお寿司を、ローストビーフのお寿司も、2貫ほど、味を変えた2貫ほど出したいと思ってます。はい、ではちょっと用意していきます。まずローストビーフなんですけど、サラダ用とお寿司用と分けていきましょうか。こういう風にね、繊維っていうのがあるんですね。こういう風に走ってます。はい、なんでこれにバッテンするような感じで、切っていきます。はい、で、まあ、この端っこも全部使えますんで、使ってくれたらいいと思うんですけど、こんな感じでどんどん切っていきます。お寿司に使うとこと、広く、お寿司は広くですね。はい、してあとはちょっとちっちゃめにサラダ用ですね。で、サラダ用はさらに半分ぐらいにしましょうか。この方が切りやすいんで、こうやってサラダ用にまた切っていきます。はい、こういう感じで分けます。はい、まず寿司とサラダ用に分けました。これは醤油とみりんを1対1につけた字ですね。はい、で、今これ柚子ですね。柚子の中にちょっと切り込みを入れてあげて、味が染み込みやすくなるために切り込みを入れていきます。これで一つは入れていきましょう。これで少しね、肉も柔らかくなるんで、これで一つ入れます。で、もう一つは、これはちょっと違う味にするんで、ここに直接、はい、こういう感じで柚子を振ってあげます。はい、これで地に使った一つと何もかかってない柚子だけっていう一品にしました。はい、これでお寿司にしていきますね。先ほど切ったのを、もう少し半分ぐらいに切りましょうか。全部あんまりこのグラス自体も大きくしてないんで、半分ぐらいに全部切っていった方が食べやすいかと思います。で、この端っこの方のちょっと硬くなってるとこだけ切り込み入れてあげましょう。それ以外はすぐ切ってあるんでいらないと思います。はい、盛り付けなんですけど、これね、大根剣と水菜、はい、で、貝割れですね、桜貝割れと言われてるのを一緒に混ぜました。はい、で、これを先にこのガラスの器に入れてしまいます。こういう感じで入れてしまいましょう。こんな感じですね。中から入ってもこう綺麗でいいと思います。はい、よいしょ。続いてトマトを切って、さっきに水洗いしてるんで、はい、トマトを入れてあげましょう。そしてこれ、玉ねぎに僕はオリーブオイル、レモンを入れてます。で、あとは梅ですね、玉ねぎ、オリーブオイル、
梅だし醤油ですねを使ってます。でこれで混ぜてますね。でここの中にもうこのたらきにしたの入れてしまいます。これねサラダ自身はもう大根圏とか水菜とかあっさり食べれるんで、ここにこう味をなじませることによって十分旨味が出ると思います。そして先にこの段階でこの肉が合わさったこのドレッシングをこの野菜だけにかけてあげます。こういう感じで、これで肉だけじゃなくて下にもこの野菜、ドレッシングの旨味が入ってるんで、で、このローストビーフですね。こういう感じに盛ってあげましょう。こういう感じで小高く盛ってくれたら、これ横から見たらわかるかな？感じに盛ってあげます。で、ちょっとすりごまをここに振ってあげ。でやはりねこの柚子って合うんですよね。この香り付けじゃないですけど、こういう柚子を振ることによってさらに美味しさが増すと思います。はい、これで一品完成ですね。続いてさあ先ほどの漬けにしてた、はい、今で5分ぐらいですかね。でこういう感じで漬けてやるんで、これで切ってあげてください。はい、あとは何もしてないのですね。こっちが漬けにして、あと何もしてないと両方用意します。はい、ではこれを寿司にして握っていきましょう。はい、まずこっちですね、漬けにしてやるのを、でシャリは僕ちょっと温めてます。このお肉に合うのってほんのりあったかい方が合うと思うんで、シャリは少し温めてます。はい。これは寿司の握り方とかは前回やったことあるんで、よかったらそれを見てください。で、こういう感じで持ってみましょうか。魚の時はね、冷たいシャリとか、まあ、ある程度の人がいいと思うんですけど、お肉に関してはちょっと温めて、ご家庭だったらレンジとか、で、少し温めてからやった方が美味しいと思います。はい。ね、はい、こういう感じで2種類が出来上がり、ここにこれ大根おろしですね、大根おろし、そして自家製のポン酢をちょっとこう合わせてあります。はい、でこっち何もついてない方にこの大根おろしとポン酢の、ポン酢とローストビーフとも合うんですね、相性がいいんで、こういう感じでつけてあげて、でネギを乗せてあげます。でちょっと一味をこうもみじおろしみたいな感じですね、にするような感じで仕上げてあげます。でこちらの漬けの方はもう醤油が味があるんで、こういう感じでわさび乗せてあげて、両方とも柚子が合いますんで、これで上から振ってあげてください。はい、こういう感じでお寿司も完成ですね。この器にね、ちょっとガラスの器に盛ると、まあ、こういう、今、ワイングラスで僕は持ったんですけど、こういうのじゃなくても、ロックグラスですかね。そういうグラスに盛っても綺麗と思います。で、これはもちろん上から見て、こういうふうに、ドレッシングですね、かかって、先ほど言ったドレッシングかかってて美味しそうなんですけど、このね、横から見てもらっても十分美味しいかな、美味しそうに見えると思うんで、はい。これはいい、綺麗な商品なのかなと思います。で、あとこれですね。お寿司ですね。はい、でこのローストビーフのお寿司、これはね塩コショウだけして下味付けで、この肉自身も美味しいんですけど、このポン酢で食べて大根おろしでさっぱり食べる、柚子が振ってるからまたこれが美味しいと思うんですよね。でここにそれともう一つ、これが漬けにしてあるんですよ。ちょっとテカってるの分かりますかね。5分ぐらい漬け込むことによってこういうテカリで、肉のもちろん低温調理してあるの柔らかいんですけど、なおこの味が染みてさらに柔らかくなってると思います。こういうローストビーフを作って、こういう3品作れました。はい、今日はローストビーフですね。これを作ることによって本当に便利なんで、今みたいな感じでサラダに
できたんですけどね、まあ、これは僕は今日はワイングラスに使って盛りました。ただこのワイングラスに盛らなくても、先ほど言いましたように6グラスで盛ったりとかもできますし、他のこうちっちゃい小鉢とかに盛ってもいけます。そして平皿に盛ってもいけるんで、これはすごいいろんな華やかになります。こういうちょっとワイングラスに盛って、ちょっと熱いんでちょっとこういう涼しげな器に盛ったら、ちょっと食欲が増すんかなと思ってこういう形でさせていただきました。でこのローストビーフを作っておくと今みたいにサラダにもできますし、これを、普通にステーキで焼いても美味しいと思うんですよね。でこのポン酢でたたきにしてもいけます。で今みたいに寿司で、寿司をこう2種類こう作りましたよね。で一つはもうそのローストビーフを作った後におろしポン酢で食べるっていうさっぱりがさらに増す美味しさだと思いますし、ちょっと漬けにするとこの肉の柔らかさがさらにこう引き立つんかなと思ってます。はい、でさらにあの味が染み込んでるんで、もうお醤油なしでそのままでいける、もう最高な一品なのかなと思います。まあ、今日だけでこの3品作ったんですけど、この1つあればすごい便利なんで、僕はいい商品だなと思いますし、この低温調理ってすごい便利ですごい画期的な技法だなと僕は思ってます。はい、今までだったらこの温度を保つことによってずっとこの美味しさが保たれるっていうのがすごいなと思ってるんで、まあ、こういうのを使ったあの料理もあるっていうのをできたらなと思ってます。これからね、これはまあ、あのこういう品をこれローストビーフでやらせてもらいましたけど、ローストポークなりローストチキンとかですね、まあ、お魚を低温調理にして使ったりもできるんで、そういうのをどんどん駆使していければ、この本当に和食湯でもお惣菜湯でも料理のバリエーションが広がるなと思って、今ちょっといろいろ挑戦してます。で今回はローストビーフがすごいうまくいって、これめっちゃ美味しいのできたなと自画自賛ちょっとしてしまったんで、であの急遽この動画を撮ろうと思いました。やっぱりこの美味しいのができた時ってすごい嬉しいですし、こんな味があるんだ、あってことはもっと違うことやったらもっと美味しいんちゃうかとか、もうちょっと時間を短縮してみようかとか、いろいろこう、試すことができるんでいいかなと思ってます。で今回はサラダ用にしたら、まあ、これぐらいで、あと寿司だったらもうちょっと長めとか、ステーキだったらもっと浅めとか、そういうのもちょっとマニュアルがこういうふうにしたらいいなっていうのがあるんで、ちょっとこれをまた元にいろいろ料理を幅を広げていったら皆さんにこう届けたらいいなと思ってます。もう本当にこれすごくなんかね、こう外から見ても綺麗し食欲も増すと思うんで、よかったこういうのを真似してもらえたら嬉しいなと思います。ではまたこれからどんどん作っていきますんで、またこれからもよろしくお願いします。はい、では本日はこれでおしまいです。さようなら。また Facebook もう和食ユーでやってますんで、よかったらこちらも登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。